国連調査委員会は17日、北朝鮮の人権状況に関する報告書を公表し、人道に対する罪が行われていると断罪しました。また、キム・イルソン、キム・ジョン・イル、キム・ジョンウォンの3代による粛清は大虐殺に相当するとも述べています。1年前に設置された国連調査委員会は、拙速な死刑判決、強姦、拷問、堕胎や強制労働など、北朝鮮の指導者は人道に対する罪を犯していると指摘しました。被害者で最も多いのが宗教関係者や政治的な意見を持つ人で、今なお約12万人が拘束されています。この報告書について、国際人権組織のアムネスティは、国際社会が北朝鮮に人権状況の改善を促すのに役立つと述べています。This may be the best chance we have to get North Korea government to take action to improve the human rights situation. So it's critical that the United Nations make the best use of this report. 韓国政府も報告書に対してコメントしました。북한내에서인권개선이있어야되고앞으로인권개선이이루어져야되고또우리정부는북한의인권개선을위해서앞으로도국제인권기구라든지국제사회와계속협력을확대해나갈그런점을말씀을드립니다報告書には北朝鮮当局を提訴するという文言はありません。しかし、北朝鮮と同様に人権問題に関して国際社会から非難を浴びている中国政府は、国連が国際司法裁判所にこの報告書を提出するのを阻むと述べました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府以危险行为大于加法。